なんで法人の学生してんの？誰だよ。弱。弱いっす。弱って、全然いいよ、いいよ。全然よくていいよ。さあ、マジ無駄なんだけど。シュー、まもなくゲームスタートです。身分を確認してください。酔っ払ってんのか、あのババア。夜が来ました。目を閉じてください。酔っ払いがよ。人狼は目を開けてください。人狼は人を殺してください。あ、どうしますか？あ、どうします？まあ、誰も多分言わないと思うから。え？なんか声が聞こえたな。昨夜死んだのは一番。1番のプレイヤーは発言してください。絶対いるね。うん、あのルール説明しないから俺起きたやつがですね、ムカついたからやっちゃったんかな。うん、あ、なんかあ、言っとく、4番に言っとく、人狼でも村でもどうでもいいけどさ、あの2番と3番と6番、6番はただ下手なやつね。で3番さん暴言中、うん、あのやなんか暴言中でごまかしてるだけ、あの荒らしてるだけ、普通に考察できねえから、3番さん普通に考察できねえからなんか嵐に行っちゃった感じかな。で2番さんはなんか酔っ払ってるっていう理由に考察しないね。そのまあまあこっち側して見れば多分あれだ、ゲーム中の発言とか結構気になる。男と女2人いるな。そこに対してあったけど、男と女2人いるぞ。ただそこだけに対しては別に何もないけど、そのまあ人狼とかは別にだったら人狼で消してもらっても構わないし、そこに対してなぜ1番消されたか分かんないし、だって1番はだってこちら側に立ったらやっぱ発言もできるし、しっかり発言できてるから、まあね、そこに関しては全然あれだけど、その何言ってんの、うん、まあだから別にいいんじゃない、そのまあね、こちらを消しても全然いいと思うよ。3番のプレイヤーは発言してください。あ、ザコは引っ込んで、ブスを持って出せ。とんでもねえセッションだぜ。ザコは引っ込んで、ブスを持って、言い過ぎか。ブス死んだんか。死んだ。ブス酔っ払って死んだ。ザコは引っ込んで、ブスを持って出せよ。2番受ける、2番受ける、本当に2番ブス表に次出してこいよ。言い過ぎか。ブスと言って分かるし、ブス、あの来た来たぞ、薬やってんのかよ、来たな、いい加減しろよ。まあ、次もそれだったら俺マジ怒り狂うかも。おい、怒り狂え。5番おい、短いのプレイヤーは発言してください。まあね、話を聞いた通り3番さんはゴミです。はい、3番さんね、マイクボフボフ言っててね、同じこと繰り返してるんで、ラジカセかなんかに録音してるんでしょう。で6番さん何も喋ってないんですけど、髪型が本当にバナナみたいで気色悪いですね。で2番さんはね、女と男なんか2人いるのか、カップルなのか夫婦なのか分かんないですけど、で何言ってるかってね、分からない。うん、お疲れ様でしたっていう感じなんですけどね。CO します。私人狼です。はい、私人狼です。はい、僕人狼です。初日がみしました。1番さん倒しました。これは2番さんの指示です。2番とね、僕はね人狼なんだけど、2番さんがね指示出してきたんですよ僕に。ひどくないですか。お前ちょっと初日がみしろよって言って、俺はしたくないって言ったんですけど、亀みたいな感じでね、やるしかなかったんです。脅されてましたんでね、皆さん申し訳ないです。すいませんでした、謝ります。ただ自爆はしません。以上です。6番のプレイヤーは発言してください。はい、いいです、申します。そうですね、5番さんがなんか
いいの。うざすね。でも、お前自分はマジ言わない。マジ言わないからさ、全然言わないけど、なんか、みんな、ウェイって感じ。マジやばくない？全員酔っ払ってんの、これ。あ、黙れよ。ウケる。ババアなんだ、私。この年はババアって言われるんだ、ウケる。まあ、なんでもいいですけど。いや。まあ、別にそれでやってもらっても、全然なんでもいいんですけど。何をやっても。なんかもうよくわからんくなってきた。とりあえず、なんか、なんか意味わかんないな。まあとりあえずそのさっきまで喋ってない人がその2番さんに言われて言ってたっていうのはよくわかんないなって思って考えてほしいなって思います。うわぁ、ぶっ壊れてな。3番のプレイヤーは発言してください。ブスブス黙ってけ。ブスって引っ込んでけよ。あーもうこいつもぶっ壊れてなー、出てくんでね、全員ぶっ壊れてなー。これブス引っ込んどけよ。ブスは俺も4番切れんじゃねえか。これ切れるで。のプレイヤーは発言してください。もう勘弁してくれよ。おめえらみたいなな気持ち悪い奴らがいるから人狼卒盛り上がねえんだよ、この野郎。おおおおい、こっちとらな、人狼雑始めてな、もう何年経ってか分かんねえけど、おい、初期からいいんだよ。なあ、ずっとやってんだよ。やってるな。お前ら見てえな。なあ、新参者の気持ち悪いやつらばっか行くからな、人狼雑腐って言ってんだろうが。おお、ちょ、なんか今日、おめえらあれだろ、たくまの取り巻きだろ。マジ気持ち悪いよ、ほんとに。何やっちゃってんの、特に。3番、2番、お前らさ、マジやる気あんの？なあ、2番お前さ、全然面白くねえからそれ。3番に至ってはよ、同じことごちゃ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 言ってよ、マジ調子乗んねえよ、この野郎。5番のプレイヤーは発言してください。2番さんって。ババアですか？ 2 番さん、この年でババアって言われるんだなんて言ってるけど、いいよいいよいいよ、見えないから君のフォルム見えないから声で判断するしかないでしょ。声がババア。お前マジババアだな。楽しいかなあ、どうせお前の隣に男もよ、ゲジマエのキノコヘッドだろ。おい、キノピオとクッパがよ、イチャイチャしてんじゃねえよ、キノキオクッパ。おい、気色悪いんだよ、てめえ2番よ。なあ、わかったか。ろくにも喋れもしねえんだったらな、酒なんて飲んでんじゃねえ。飲んでも飲まれるな。おい、意志が弱えんだよ、意志が。おい、急性アルコール中毒でな。あ、どけよ、てめえ。おい、ボケナス、バーバー。6番のプレイヤーは発言してください。いや、そうっす。みんな、すげえ、いや、なことはあってください。2番のプレイヤーが選ばれました。あら、2番俺のこと入れてる。ざま。2番のプレイヤーは発言してください。いや、そもそもとりあえずちょっとゲームやってるんですけど、その中でなんか5番、夜にスキップしました。ゲーム終了。おい、ババア、ババア、聞こえるか。おい、てめえ、ってあ、なんだよ、てめえ、なんで、何言ってんだ、落ち着けよ。おい、てめえが誰だ。あ、おちょくりハマー、あ、たくみチャンネルです。つーか、身元もわかんねえの、バッっていうのやめてもらっていい。なに、ババア、お前の隣にいるやつカビゴンだろ。おい、
お前の女はカビゴン、カビゴンクッパー、カビゴンクッパー、フュージョン、はっ！てか普通にさ、言っていい？なんでそんな音声変えてんの？なんで音声変えちゃいけないの？なんで音声変えちゃいけないの？え？別に気持ち悪いのはお前の彼女だから別にいいけど、お前の彼女はクッパでカビゴン。ゲームしてんの？ゲームしてんだろ。ゲームしてるよ。それに対してさ、ごちゃごちゃ言うのやめた方がいいんじゃない？なんで？だからキモいじゃん。ゲームしてんの？キモいじゃん。だったらそのね、直接会った方がいいじゃん。そんな言うんだったら。どこに来てくれんの？ゲームしてんの？ゲームの中の世界だろ。どこに来てくれんの？なんて？え？聞こえなかった。どこで会う？どこで会う？どこでもいいよ。どこでもいいけど。じゃあ渋谷で、渋谷。あ、いいよ、全然。じゃあ今から来て。絶対来ないじゃん。いや、行く行く。何分で来れんの？俺30分くらいで行けるけど。いや、こっち普通に10分から行けるけど。あ、じゃあ来いよ、ほら。スクランブル交差点で集合な。絶対来へんよ。いや、行く行く。だから早く準備しろって、もうめんどくせえから。早く。だからゲームの中でそんなん言う。うるせえ、来いやー。わかるか、おい。あ？てめえ。おめえがリアル出してんだろうがよ。来いやー。みんなさ、こんな。てめえ。こんな発言聞いてさ。ビビってんじゃねえぞ。ビビリ、そりゃカビゴンだもんね。おいおい、のしかかりだからやめてくれよ。こっちはロケット続きだぜ。早く来いよ、10分経っちゃうぞ。おい、今2時5分だ。お前の到着時間2時15分。はーい、守ってくださいね。言った発言は守ってください。あと10分ですよ。さあ、始まりました。シビアンズスクランブル交差点。はい、あなたは来るのか来ないのか。さあ、どうする？動くのか？どうした？来たら何なの？来たら何なの？じゃあ言ってみて。来たら何なのって、お前がリアルで会った方がいいじゃんっつってんだから、リアルで会ったら空いてんだろ。なあ、うるうるうる、あと10分で喋ってる場合、あと9分ですよ、9分。あれれれれれれれ、あと9分だよ、早く来いよ。もうすぐ行けっから、こっち。なあ、すぐ行けるから早くしろって。あ、だから新宿から早くタクシー乗って来いよ、酔っ払い。なあ、じゃあ何、家にいんの今？家？家だよ、家だよ。ガキが。何？ガキだと思ってんの？ああ、もうこいつがガキ。お前16歳のガキだろ。なあ、横揺れの警護じゃねえの、お前。お前、あったら横揺れしろよ、横揺れ。おい、早く来いって、渋谷のスクランブル交差点。あ、2時7分になっちゃった。あと8分です。あと8分。あなたたちはあと8分ですよ。大丈夫ですか？ Thank you very much for you. はい？ Thank you very much for you. 新宿まで来いって言ってんの？いやー、どこでもいいって提示してやるの、あなたが言ったんじゃん。どこでもいいんでしょ。渋谷でいいじゃん。早くしてよ。じゃあ新宿で。いや無理、俺もう決めちゃったから。渋谷ね。早くして、早くして、早くして。うるせえ、早くしろブス。早くしろガキがよ。なあ、お前何歳だよ。お前未成年だったら驚きだな。酒飲んじゃってんの、未成年で。未成年ですか？未成年なわけないじゃん。未成年てか、そもそも本気にしないし、そんな感じで。根性ないもんね。君たち根性ないもんね。だって、俺がさ、リアルで来いよなんて言ってないよ。君たちから言ってきたんだよ。じゃあ来いよ。だから言ってんじゃん。俺は提示してんの。渋谷のスクランブル交差点。イエーイ！早くして。見てもらおう。ねえ。ああ、あと7分だよ。時間伸ばしちゃってるね。精神崩壊してんじゃないの？お前が逆に何歳だよ、クッパ。
クッパーどうした？クッパマリオの世代ね。あ、マリオの世代ってことね。マリオの世代ってことね。え、なるほど。26歳？当たり前だよ。26歳ってまあもうババアだよね。あ、ウケる。ガキとか言ってたくせに何言ってんだよお前。え、やばい、面白い。何？俺最初ババアって言って、しかもお前にガキって言ってないから、お前男の方に俺ガキって言ってたんだけど。判断もできなくなっちゃってんのお前。やばいね。どうしよう。どうしよう。あと6分です。あと6分。うん、じゃあ新宿来て。あと6分まで。さーて、じゃあこっちも行こうかな。渋谷のスクランブル交差点。ちょっと準備するわ。準備するからちょっと4番喋っといて。じゃあ新宿でちょっと行くみたいなんで、ちょっとじゃあゴジラ前でね。来ねえだろ。わかった。どこでもいいよ。わかった。逃げたね。バイバイ。結局逃げた。さよなら。気持ち。いや、逃げてないんで、ちょっと4番さん喋ってて。めちゃめちゃ面白い。なんだよ、このゲーム。なんかさ、あれなの、この、こんなバーサスするゲームだったの。なあなあ、聞こえっか、俺の声。このゲームで本当にバーサスするゲームだったんだ。ああ、バカ兄弟、聞こえるか俺の声。二番手じゃなくてゲームしましょう。バカ兄弟、聞こえるか俺の声。聞こえますよ。お前ら何言っちゃってんだよ。なあ、リアル出してんの。え、何ですか？バカ兄弟、お前らリアル出しちゃってんの。あ、リアルどうしちゃってんの？リアル出しちゃってんのって聞いてんの。お前らリアル出しちゃってんの。酔ってないっすよ全然。何言ってんの。リアル出しちゃってんのって聞いてんの。酔ってんのとか言ってねえから、お前ら身まで悪いな。あ、家にいるって言ってんだって。お前言っちゃってんだろ頭。お前らバカ曲だよやこれやる。はい、ですね、渋谷のスクランブル交差点もう着きます。僕、うわー、そうなんだ。タクシーで行ったな。はい、タクシーで行きました。いやもういるんですけど、どこにいるんですか。二番さん出てきてよ。あ、リアル出したんだから。二番さん、二番さん、たくみチャンネル渋谷のスクランブル交差点着きましたよ。どこですか。え、聞こえないんですけど。皆さん、この人の声聞こえます。あ、今準備してんじゃないの二番ちゃんたち。え、全然聞こえなくなっちゃったんだけど。やっぱ準備してるよこいつら。多分行く気満々だよ。え、聞こえないんだけどこいつらの声。でもなんかさ、喋ってね。バグってんのかな。ウケる。はい、そこにいいね。いや、いるいる。いや、いるって。早くしてよ。いいね。いや、いるいる。いや、いるって。早くしてよ。反響してんだけど。反響してんだけど。頑張ってくれ。え？頑張ってくれよ。何頑張ってくれ。行かねえか。どっち、渋谷さん。ビビってる。クッパービビってる。ヘイヘイヘイ。あれ？もしかして何か見てますか？かぶってるんですけど。はい、なんか見てますね、この人。はい、今すぐに風林海岸来て。風林海岸。うん、いや、いいよ。もう僕今渋谷のスクランブル交差点にもいるんですけど。いいよ。ほら、着きました。
なんで今まで来るよって言ってんの。え、着きました。うん、じゃあそれはさまらない。はい、着きました。ほら、はい、まだですか。まだですか。え、あのさ、ごちゃごちゃ言わずに早く来いよ、2番。そうですよ、早くしてくださいよ。じゃあおめえも来いよ。いや、もういるんですよ。いる、もうここに。ラムチュ来いよ。もう着きました。来ちゃって、お前コロコロ帰んな。一つにしろや。いや、振り返りが歌舞伎町だからね。もう着いたよ、早くしてよ、いつ来んだよ。もう約束の時間過ぎてるけど。約束の時間過ぎてますよ。なんなんこのクソガキ。まあ、クソガキなんだけど。クソガキっちゃったし。やっべえな、マジで。お前さ、なあ、もう来ないんだったらもうね、そんな意気がんないでくんない。本当に気持ち悪いし、ハウってるし、声とかめちゃくちゃハウってんだよね、本当。聞きずりはもう悪い、マジで。やめてくれる？本当、なんかクソガキやとかってなんかさ、自分たち今イケイケでなんか歌舞伎町になったら全然行きます、私たちイケイケだからねみたいな感じの空気とか出さなくていいからね。ね、お前さ、たかがゲームとかって言ってる割にはさ、なんかリアルとか出されたらマジで頭きちゃってんじゃん、お前。マジでやばくない？大丈夫？精神崩壊してる？ね、そんなにイライラするの？ね、リアルってそんなにすごい人なの？お金稼いでんの？どれぐらいの地位の人なの？ね、上位、上位部ですか君たちは。ねえ、上級国民か何かなの？ねえ、はい、何ですか？君たちみたいになんか別にあれだから。君たちみたいになんか別にあれだから意味わかんねえ。どうせお前なんか飲み屋かなんかで働いてるやつだろ。なあ、飲み屋とホストじゃねえのお前ら。歌舞伎町、歌舞伎町とかって言ってて、なあ、お前そうじゃん、風俗嬢かさ、ね、あのキャバ嬢かさ、ホストでしょ。ねえ、君たちよりあれがだからとかってさ、意味がわかんない。そんなんでイケイケだと思ってんの君たち。やばくない？偉そうにすんのやめてくれる？じゃあ、ね、いや私何もすればいいじゃん。何もしてない。いや、偉そうにしてるじゃん。ゲームをさ、こうやってなんか始めてる時からもさ、すごいなんか偉そうじゃん。何言ってるか全然わかんないからね。人狼さ、するんだったらする、しないんだったらしない。撤去はちょっとさ、自分たちで考えてよ。なんか喋りに自信があるのかなんかわかんないけど、そんなに接客とかできるの？そんなんで、ただ酔っ払ってさ、わわわわ騒いでるのが接客なの？どうせさ、ろくになんか指名とかもらってないようなやつらなんだろお前らって。やばくね、マジで。おい、受ける、全然受けないんだけど。何も受けない。あらら、そういう風に反応するってことは、あながち職業はキャバ嬢とかなんだ。頑張ってよ。全然別にバカにしてるわけじゃないんだけどさ、そんなんでいいのかなと思って。うん、最初からね、最後まで見てる人はわかるんだけどさ、君たちってさ、全然ゲームをしようとしてないんだよね。別に初日髪をするっていうのは全然いいありだと思うんだけど、そっからさ、なんかもうつまんないよね。なんかその、何がしたいのかわからない。ゲームをさ、ちゃんとするのか、ただこうやってどうせお前らこんなゲームやってるやつなんで全員オタクなんだろうみたいな感じで見下してるのか全然わからないよね。もうちゃんと決めて。だ、酔っ払ってるからさ、趣旨がわかんないんだよ君たちはやりたいことが。でこっちは乗っかってやってあげようと思ってんのにさ、なんかこっちに喧嘩売ってくるし、意味がわからないよね。リアルで来いみたいな感じでなんか流れに持ってくるしさ、大丈夫ですかねえ。でさ、なんかさ、渋谷、じゃあスクランブル交差点で行ってやるよなんてさ、10分で行けるわなんて来ねえしなあ。じゃあ次はなんか風林会館に来いとかってなんかわけわかんないこと言い始めるしさ、今さ、コロナで大事な時期なのわからないのねえ。コロナってわかりますか？感染症ですね。私たちはうつらないなんて思わないでください。家にいてください。そんなのにもかかわらずね、こんなゲームでね、君たちはね、リアルで会おうとする意味がわからない。日本から出ていけ！わかったか！じゃあ今すぐ来いよ。オタクをなめんな、オタクを！お前じゃあさ、なあ、お前ら二人でこっちオタク5000人ぐらい連れてきたらどうすんだ、お前。オタクでも怖えだろ。全然怖えない。おい、怖えだろ、お前ら二人ぼっちでよ。こっち5000人のオタクだぞ、おめえ。おい、俺も
マジで俺も連れてくから。バカ野郎、おめえごときじゃ5000人の陰キャだろ、お前。どうせお前も。お前はどうせ5000人なんて連れてこれねえだろ、お前。なあ、お前じゃあ5000人のヤンキー連れてこれんのか。こっちオタクだから、お前エアガンとか持ってっからな。おい。オタクとかヌンチャクとか持ってっからなめんじゃねえぞ、オタク。あ？勝ったオタクトーク。まもない。よろしくお願いします。お願いします。どうしますか。これどうしましょうか。まあ、お任せますよ。いや任せます。どうしますか。ありがとうございます。6番さん、ごめんね。これリスナーだったら違うと思うけど。ね。逆に歯向かっちゃダメです。そうだぞ、オタク軍団のリーダーだからな。どう考えてんの？おめえら。しかも初日が見せて、今日はもう絶対2番つける。オタクは俺が守る。ここはオタクの世界だ。発言してください。いや全然いいんですけど、あ、うん？あれ？あ、おはようございます。あ、全然いいんですけど、普通に。なんで6番取られたのか受ける。ここはあの自分村人全員で出てたんで。オタクの町だ。なんでやろ。うん。まあ、全然え何オタクのバス普通に何ですかね。はい。あ何でもいいっすわ。まあ、自分オタクなめんなよ。いやお前がな。そこは違う、ゲーム中だよ。3番のプレイヤーは発言してください。ハタ王子。ハタ王子か。こいつらハタ王子だな。プレイヤーは発言してください。いやどうも皆さん、こんばんは。オタク界の帝王、たくみチャンネルで。はい、そうなんですよ、ニワンさん。僕はね、オタク界の帝王、たくみチャンネルなんですよね。まあね、オタクを舐めるなってことかな。オタクを見下してるかもしんないですか、オタクたちは。まあ、オタクはね、やっぱ団結力があるんで、まあ、そうだな。まあ、2番さんには負けないかなっていう感じかな。やっぱり、常日頃鍛えてるんでね、タイピングとかで、指先とか鍛えちゃってるんで。あんまりね、舐めてると痛い目見ますよ、2番さん。なのでね、もう2番さんね、もうトークとかね、聞きたくないんでね、シンデレラガール歌ってください。以上です。2番さんは人狼です。君はシンデレラガー My precious one You are the only one for me。 あ、そんな感じなのかな。おい、ハタ出てくんなよ、お前。うざいけど、普通に、まあ。ハタ王子。うざいから、マジで。3番する。やめろ。3番のプレイヤーは発言してください。何言わの、最後のやめろ。2番のプレイヤーは発言してください。お手玉です。2番です。まあ、その、みんなの発言。5番夜にスキップしました。あ、お疲れ様です。お疲れ様です。ちょっとそのなんかね、はい、僕らもちょっとヒートアップした部分も申し訳ないなって思うし、そのゲームに対してちょっとゲーム自体のことをできてないなって思うし、まあ、人狼ってでも3番がうざかったから。いや分かった、お前はだめ、お前だめ。そこに対してそのまあみんなの発言もともに僕らの発言も良くなかったなって思って、はいはい、ただ人狼っていうゲームに対して成り立ってないなって思ったんで、その発言を聞いてたんですけど、いやいいいい、分かった分かった分かった、発言を聞いてたんですけど、その中でもやっぱなんか誰がどうとかなくて、その誰々がうざいとか、そのそれはなくて、いや分かった分かった分かった、そこに対してそういうのがあったんで、ちょっとまあゲームとしてまた もっとね真剣にちょっとやっていきたいなって多分思ってると思うんで、ちょっとまあ僕もね、僕ら2人も悪かったなと思うし、そこに対して
ぱそういうなんか失言とかあったらやっぱね、いろいろあると思うし、じゃあ僕ら、分かった分かった分かった。ああ、分かった。まあまあ、とりあえず、そのね、分かった分かった分かった。じゃあそこに対して僕らが、ね、分かった分かったって絶対分かってないよな。なね、今すぐ来いよって言ったのも悪いと思うんで、はい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 。悪いと思うんで、そこはすいませんでしたっていう感じなの。ああ、分かりました。そう言っていただければね、はい、私もね、はい。はい、そこに対して、なんか人狼っていうゲームってこういうゲームじゃないと思うんですよね。やっぱ、ね、その身内と一緒にやった時に、まあ、ちなみになんですけど、彼氏さんの隣にいるのは、畑王子さんですかね。はい。畑王子さん、飼ってらっしゃいます？いや、違いますね。あ、違うんですか。なんか畑王子がちょっと出てくるんでね。はい、びっくりしちゃった。違いますね。あ、畑王子知ってますか？いや、知らないんですけど。あー、わかりました。了解です。はい。で、なんで、その、まあ、ゲームとして、その、真剣にやっていただければ嬉しいなって僕自身思うんで、ちょっとお願いします。まあ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 、そうですね。まあ、真剣に、みんな真剣にやってないと思いますよ、このゲーム。自分も含め、あなたも含め。じゃ、終わった。